この動画では自動車保有関係手続きに関わるワンストップサービス OSS と利用手順についてご説明します。まず OSS について説明します。車の購入などによって自動車を保有するためには複数の行政機関に対してそれぞれの窓口で手続きを行う必要があります。これらの手続きをオンライン申請で一括して行うことを可能としたのが自動車保有関係手続きのワンストップサービスです。このサービスはオンラインのため各行政機関に訪れる必要がなく、いつでも申請できます。例えば引っ越しを行うことで住所に変更があると自動車の変更登録が必要となり、手続きのために平日の日中に窓口へ訪れる必要がありますが、 OSS ではパソコンから申請できるため夜間・休日でも申請可能です。ここから OSS による変更登録の流れをご案内します。なお、この動画では自動車の所有者本人が使用者と同じ場合とし、ローンを払い終わっていない車両など所有者と使用者が一致しない場合は対象外として解説していきます。申請に必要な準備と設定をご案内します。まずはパソコンと申請者のマイナンバーカードと車検証を準備します。なお、 IC チップ付きの車検証、電子車検証の場合、車検証閲覧アプリから車検証情報をご確認ください。またマイナンバーカードの読み込みにはマイナポータルをインストールしたスマートフォンもしくはカードリーダーが必要です。また保管場所の手続きに必要な書面はスキャナ等で読み取り、画像データを準備します。なお、ブラウザー等のパソコン環境の設定が必要です。設定は OSS ポータルサイトのトップページから初めての方のページを参照ください。 OSS 申請手順。ここからは申請手順をご紹介します。はじめにOSS ポータルサイトを開き、トップページの手続きを開始をクリックします。次にご自身で申請される方をクリックします。次に申請を行うをクリックします。申請を行う画面で変更登録をクリックします。利用規約を確認しチェックを入れ、申請開始をクリックします。ここから必須の表示がある項目は入力が必要です。またクエスチョンマークをクリックすると解説が表示されます。登録する内容の選択を行います。今回は引っ越しの場合のため所有者住所の変更、使用の本拠の位置の変更、使用者住所の変更の3項目を選択します。初めての申請の方はいいえを選択します。検査登録手数料の納付はクレジットカードを利用できますが別途手続きが必要です。複数台の申請の場合は手数料をまとめて払うことができますが、1台の場合はいいえを選択します。複数台の手数料をまとめて支払うことができますが、利用する方は別途手続きが必要です。車検証に IC チップがない場合はいいえを選択します。電子車検証の方は車検証情報取り込みファイルを読み込むことで申請情報の一部が自動的に設定できます。車検証情報閲覧アプリからダウンロードし、情報取り込みファイルを作成しはいを選択します。スマートフォンでマイナンバーカードの読み取りを行うにはスマートフォン利用をクリックします。二次元バーコードが表示されます。ここからスマートフォンを使用します。スマートフォンからマイナポータルを立ち上げて画面下の読み取りをクリックします。 OSS ポータル画面にある二次元バーコードを読み取ります。二次元バーコード読み取り後、スマートフォンの画面表示に従い進めます。
完了すると申請画面に氏名、生年月日、住所等の情報が反映されます。氏名、振り仮名を入力します。マイナンバーカードにより該当書面、住民票の提出が不要となるため、はいを選択します。住所コードは都道府県、市町村等を暗号化したものです。住所コードを調べるボタンをクリックし、住所を入力して検索します。検索後、検索結果を住所コード欄に入力します。パスワードは8文字以上、16文字以下で入力します。半角スペース、数字、英字、記号の中から2種類以上組み合わせる必要があります。車検証情報を見て申請者ご自身が所有者の方は、はいを選択します。使用の本拠の位置は使用者の居住地になります。いいえを選択する場合は住所コードを入力します。市町村へ住所変更手続きを行った日付を入力します。自動車登録番号及び車台番号について車検証情報を見て入力します。自動車登録番号の変更について、引っ越しによる運輸支局の管轄が変わる場合は、変更ありを選択します。同じ管轄の場合は変更なしを選択します。管轄変更の有無は自動車検査登録総合ポータル内の全国の運輸支局等のご案内で確認できます。希望ナンバーは事前予約の方のみ入力します。なお、地域に根ざした地域名を表示したご当地ナンバーを導入しており、同じ管轄でも車のナンバーが変更する場合もございますので、詳しくはこちらのキーワードで検索してください。引っ越し先の運輸支局等を選択します。該当の運輸支局等をご確認ください。現在お持ちの車検証が電子車検証であれば、電子を選択します。次に車検証の受け取り方法が表示されます。郵送対応の条件に該当する場合のみ郵送対応が可能です。郵送を希望する方は注意事項をスクロールし、内容に同意であればボタンを押します。郵送を希望しても審査によって郵送にならないケースがあります。詳しくはヘルプデスクまでお問い合わせください。車検証情報を見て入力します。引っ越し先の駐車場、保管場所が使用の本拠、居住地と異なる場合は、いいえを選択します。引っ越し先の都道府県を選択し、さらに住所を記入します。現在使っている保管場所で全車の保管場所証明書、車庫証明の交付を受けていない場合、いいえを選択します。所在図など必要な書類を添付してください。なお、添付する書類については検索ワード都道府県警察本部リンクから確認することができます。該当の項目を選択します。なお、保管場所表彰について郵送による受け取りを希望される方は、管轄する警察署に電話連絡してください。引っ越しにより都道府県が変わった場合は転入を選択し、それ以外は変更を選択します。課税区分その他を選択し、下段に住所変更と入力します。自動車の用途及び所有形態については該当項目から選択します。納税、申告、報告義務者は所有者を選択します。内容を確認し、問題なければチェックを入れ、次へボタンをクリックします。以降も同様に確認をしていきます。もし
赤字のメッセージが表示されている場合は、内容を確認して修正します。マイナンバーカードの読み取りについては、先ほどと同様に行います。申請書送信ボタンをクリックします。到達番号をメモで控えた後、チェックを入れ、終了を押して申請は終了となります。到達番号は受付完了時点で、受付番号として今後の手数料、税納付などで使用します。状況紹介。現在の申請状況の確認や、税・手数料の納付等は状況紹介画面で行います。OSS のトップページ画面から状況の紹介をクリックします。受付番号と申請時に設定したパスワードでログインします。ログインすると現在の申請状況を確認できます。納付待ちとなっている場合は、納付ボタンから納付手続きを行います。この画面になっていれば審査は終了し、車検証の受け取りが可能です。最寄りの運輸支局等まで受け取りにお越しください。なお、車検証の郵送を希望している方は届くまでお待ちください。もし補正となっていれば、入力内容を修正する必要があります。画面の例では、1の手続き準備のフェーズ、申請データの内容に誤りがある場合です。メッセージが表示されますので、内容を確認、修正します。以上で変更登録の手続き案内を終了します。窓口申請よりも便利な OSS をぜひご利用ください。